はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、帯状疱疹の、ね、症状が出てね、今日でね10日目なんですけどもね、まあ、病院でその正式に診断されてからはまだ5日目でございます。まあね、そんなね5日目なんですけどもね、その肌の表面がねピリピリしてきている箇所がねちょっと出てきましてね、もうねそこね触るだけで痛いんですよ。まあ皆さんのね教えてくれてるその痛いやつってこれのことなんちゃうかなってねちょっと思っているんです。まあね、そんでね、まあ、そんなねたくさんのねその症状をね、その、帯状疱疹のね症状に関するね、情報やね体験談をこう寄せていただきましてね、本当に皆さんありがとうございます。もうそんなたくさんの中のその帯状疱疹に関するその中でもですね、まあ、僕のようにこの神経痛よりもやっぱり皮膚表面が痛くなる症状の方が多かったように思います。まあ、あれはすごい痛かったよとかね、ずっと今でも痛いもんとかね言う方がいてるんですよ。僕はねその神経痛でねこんなにねのた打ち回ってたのにね、皮膚の痛みが耐えれないとね、皆さんが教えてくれるからですね、まあ、僕がまだ体験したことない痛みがね、押し寄せてくると思っててね、ちょっとね、ビビってたんです。ほんならその肌の表面がピリピリしてきてる箇所が出てきたんです。ほんでね、ここ触ったらね、めっちゃ痛いんですわ。指で軽くサッてこう触ってみただけなのにね、こう、なんて言えばいいんでしょうね、その、例えば、その、肌のね、薄皮がめくれた時みたいな、そんな、なんて言うんですか、この、日焼けして皮めくれる直前のヒリヒリ感っていうかな、あるじゃないですか。もうじっとしててもね、じわーっと痛いし、この、なんかの拍子でね、擦れたりね、そう、蚊に刺された時みたいに、その、痒くなって、触ったらね、めっちゃくちゃ痛いしね、特に今痛いのが、左足のくるぶしのね、周りなんですわ。まあ、ここが特にね、ピリピリしてきました。しかしね、ここはまだ赤い点々だけで水ぶくれにはなってないんですよ。痒いです。でもね、かいたらね、めっちゃ痛いんですわ。まあね、しっかりとね、薬を塗って保護してるはしてるんですけどもね、なんかおかしな感じですわ。しかもね、その痛み出した左くるぶしっていうのはですね、一番最初にその帯状疱疹の症状の神経痛がね、出てきた箇所なんですわ。で、その後膝が痛くなってきて、腰が痛くなってきて、気づいたら左足全体にね、広まってました。その痛さがね。だからもう全然歩かれへんぐらい、もう足引きずりながら歩かなあかんっていうぐらいでしたね。ね、あのトイレ行くのもね、もう血を這うようにこのフローリングを匍匐前進、もうここのフローリングをね匍匐前進してね、そこのドアからね階段を降りていってね、トイレに行ってたんです。まあそうしているうちにね、その膝の側面にね赤いブツブツができてきて、まあ、それが水ぶくれになって、それもこの10日間でね全体に広がってきて、左足全体に広がってきて、まあ、外側と裏側なんですけども、そして今に至るので、ひょっとしたらこの左くるぶしで起こってるヒリヒリも順番にこう全体にね広がってくると思うとね、めっちゃめちゃ怖いんです。ほんまビビっております。ほんでね、そんなことをねこうお母さんに話したらね、帯状疱疹経験者であるねうちのお姉ちゃんにねこう伝わってですね、心配の LINE をくれて、で僕がその水ぶくれの症状の写真をね LINE で送ったんですよ。ほなね、出勤途中やったのにね、わざわざ電話してきてくれてね、お見舞いの言葉をくれたんです。あんた写真見たけど、ちゃんと薬塗ってガーゼしてカバーしやーって、うん、病院で薬もらってるで、でそれちゃんと塗ってるしなーって、病院から帰ってきた時はな、ガーゼで貼ってもらって、でガーゼからそのまま肌にテープ貼ったらさ、肌荒れして負けるからさ、包帯巻かれたわ。私も帯状疱疹になった時にな、ガーゼ止めるテープに負けるからさ、それ用の塗り薬もらったわ。帯状疱疹のために薬塗って、それを守るためにガーゼを貼って、でテープ貼るのに、そのガーゼ止めるテープに負けるから、それ用の薬もらうから、なんか2個薬もらってさ、何のこっちゃ分からへんかったわ。ほんまやな。そんであんた包帯とガーゼあるん？まあ家にはないからさ、そんな包帯なんかさ、だから体操靴下でカバーしてるわ。あんたそれやったら水ぶくれが潰れて汁が他の皮膚について広がるで。買いに行かれへんやろうから、そのお父さんに言ってな、ガーゼと包帯買ってきてもらい。
まあ、まだ電話して頼んどくわっていうね、そのまあどこにでもある家庭のね、兄弟のたわいもない会話のがあった後にですね、まあ案の定このめんどくさい上がり屋の僕がね、そのお父さんに電話なんかするはずもないことをね、分かってたかのように姉ちゃんがね、お父さんに LINE をしてくれたみたいで、まあ夕方にはね、そのお父さんがね、ガーゼと包帯を買ってきて届けてくれました。ほんで風呂入った後に僕がその薬を塗ってガーゼと包帯を巻こうとしたらですね、そのね、お父さんが買ってきてくれたガーゼがね、めっちゃ長かったんですよ。ガーゼが長かったんですよ。もうね、30センチの10メートルやったんですよ。10メートル、もうさらしかな思いましたよ。でも袋にはガーゼって書いてあるんですわ。その30センチ30センチで、その正方形でその10メートルが折られてて、袋にはそれがさらに四つ折りになって、15センチ15センチの大きさにまで縮小されて、この形の袋で入ってるから、パッと見は15センチ15センチの大きさやと思うじゃないですか。まあそんなん思いながらね、もうね、太ももの裏側からね、ふくらはぎにかけてこの患部を見ながらね、薬を塗るのでね、なんかもうこんな、なんか足こう見ながら塗るからね、めっちゃ変な体勢になってるんだから、こんな感じでね。でそんな体勢で薬を塗ってる状態なんですけども、まあ、ガーゼ貼るまではそれがベストの体勢なわけですよ。こう足を裏向けてガーゼをそのままペタンってこうね、乗せるだけで済むから、もうこの状態がすごいベストなんですよ、ガーゼ貼るまではね。だからできるだけこの体勢を変えたくないのにね、ガーゼが10メートルあるんで、ハサミで切らなあかんわけですわ。ほんでやっとの思いで変な体勢と、このままの体勢でね、30センチで、まあ、とりあえず切って2つ折りにして、だから15センチ30センチの長方形にして、変な体勢で足にガーゼを当ててペタッと貼って、こうそのままね、薬がついてるからガーゼもひっつくんですよ。なのでこうそのまま包帯を巻いて、なんとかふくらはぎとね、太ももはね、保護することができました。ほんまにね、袋から出すまでわからんかったですわ、まさかあんな長いとはね。でもまあお父さんに感謝ですね、ありがとうございます。まあそれはいいんですけども、痛いのは足首なんですわ。この日焼け止めの後の火傷のような痛みがね、僕を苦しめてるんです。まだ水膨れにはなってないんですよ。まあね、もう抗ウイルス剤のお薬もね、飲んでますし、まあちゃんとね、薬も塗ってますんで、塗り薬もね、塗ってますんで、ひどくならないことをね、祈ってますけどもね、痒いし、かいたら痛いしね、神経痛じゃない新しい痛さにね、もう脅かされてます。まあね、神経痛に比べたら全然我慢できるんですけどね、こんなピリピリとした痛さなんかね。これだから、今まで感じたその麻痺、ヒリヒリ感の、麻痺してる感じとはね、また別なんですよ。やけどの、ね、日焼けの後のやけどの肌を触る、もう痛いでしょう。あれなんですよ。ほんで、このやけどのようなピリピリと、この土日に出た熱がね、出たことをね、その報告するためにね、まあ、新しい対処法を求めて、病院に電話したわけですよ。もうね、血液内科の僕の担当してくれてる看護師さんとね、12分ぐらいね、喋り倒しちゃったんですよ。こんなんで、あんなんで、こんなんでね、ってね。ね、いつものこの調子でね、喋り倒してたんですよ。でもちゃんと要件要件は使いましたよ。そしたらその看護師さんが、熱も収まって神経痛も収まってるなら、そのやけどのような痛みがひどくなったら、次の通院日よりも前に受診してくださいとまとめられました。まあね、的確なね、回答だと思いましたよ。まあ、僕からしたらね、熱が出たらその白血病関連でね、何かあるかもしれないと思ってね、この白血液内科に連絡したわけですし、もう怖いじゃないですか。で、まあ、熱が出てない今の状態で新たなこの火傷のような痛みでね、苦しんでるだけやったら皮膚科に電話しますよ。でもまあね、その病院側がそう言っていただけただけでもね、すごい安心できたんで、まあ、次のね、通院の日までね、このね、経過を見ていきます。まあ次って言ってもね、明後日なんですけどもね、その明後日までにね、そのやけどのようなピリピリがね、広がらないことを祈ります。今日は以上です、ね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。で、そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。